これはね、結構時々言われます。個人的に LINE が嫌いで、ね、だから LINE アートも極力使いたくないんだけど、どうしましょう。まあでも使った方がいいんですよ、結論から言うとね。まあ、なんでかっていうと、日本人7100万人が使ってますからね。もう7100万人が使う連絡手段っていうのはね、もう普通に情報として当たり前に使われてる、ね、やり取りとして当たり前に使う、まあ、そういう媒体であるから、ね、自分個人として嫌いでも使わざるを得ないわけですね。こうやって要するにですね、商売は、ね、お客さん欲しいんだけどね、電話番号はね公開したくないです、どうしましょうって話で一緒なんですよ。いや電話番号いりますよって話、だってね連絡手段でしょっていう話じゃないですか。まあそれと一緒で LINE ももう電話番号ともうほぼ等しい連絡手段の一つですかね。もう LINE 電話番号メールね、これはあと日本だと郵便、普通郵便ですね。まあこれは、ね、日本の主要なもう連絡手段としてもう LINE もね入ってますからね。もう行政とかもね、積極的に LINE でね情報配信したりと活用する時代ですから、ね、これは諦めてもう使いましょうということになるわけですね。まあ、ただね使いたくないという気持ちもわからないではないですから、まあでも使わないとどうにしようもないなんないですから、もうあくまでですねもう完全にねもう個人というか商売用と割り切って使うね、もう商売用ですよと、まあ、そこでねもうね個人的なお友達付き合いでそういうようなこと全くしませんと、完全にもう商売として使って、まあそういう割り切りで、ね、まあ使えばね、まあ個人的に LINE がですよ嫌いだったとしてもですね、まあそれはそれで、ね、商売のねお客様への情報を伝えてね、あとお客様から連絡もらう手段として使おうという、まあそういう割り切りが重要なのかなと思いますので、まあね、まあ嫌いなの気持ちがねあるっていうこと自体はね別にそれがいいとか悪いとか全然言いませんし、いいと思うんですけどね、まあね割り切って使いましょうねというお話です。